東日本大震災の記憶を留めてもらおうと、被災地の現状などを伝えるドキュメンタリー映画の上映会がニューヨークで開かれました。上映会はニューヨークで暮らす日本人の市民グループが主催しました。脱原発への取り組みを描いたドイツの作品に続いて、福島県日本松市の現状を描いたドキュメンタリー映画、日本松を知ることが上映されました。 集まった日本人らおよそ100人が鑑賞し会場からは被災地の現状に今後も目を向けていきたいという声が上がっていました。